Bonjour, こんにちは。今日はとっても大事な発音を紹介したいと思います。そうです。フランスでベッドとお米の発音は非常に似ています。けれども違いますので、絶対この発音の違いを習得しないといけない。ベッドとお米は間違えたくないですよね。それでは早速やりたいと思います。これがリですね。うがいの音と同じリです。で、これはリ、まあ、日本語みたいですね。ラリルレロのリですね。リ、リ、リ、リ。で、私と一緒に言わなくても、ただ聞いて、で、指をで指してください。リ、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 リ。今回は、どの発音を言ったかということ、どの単語を言ったかということを見せてください。リ、どれですかね。リ、これですね。お米の方。リ、リ、これですね。リ。もう一度やりましょう。2回ですね。リ、リ、これですね。リ、リ、これですね。今回は2回、2つの違う単語を言いますので、見せてください。例えば、リ、リ、これと、これですね。リ、リ、こう。Comme ça. Li, ri. Li, ri. これが聞こえるのであれば大丈夫です。まだ聞こえないのであればもう一度練習してください。Ri, li. 何度も聞けば何度も練習すれば絶対聞き取れるようになります。今回は口の、形はあまり変わらないのでやっぱりうがいの音聞こえるかどうか、リ、それが日本語にない発音ですね。と、リ、リ、リ。今日のレッスンはリとリ、大きな区別ですね。それでは、Bonne semaine, au revoir!